決勝で俺様たちに当たるとはお前もついてねえな。今回も俺様の優勝間違いなしだ。目標は3連覇。いいか、最後に勝つのは俺様だ。ついてないやつってのはお前か？決勝戦で俺たち昭和る兄弟とぶつかったら、何？ゴードンが優勝を狙ってるだと？今回は俺の番だって約束したはずだ。俺を騙すとはいい度胸じゃねえか。け、あいつとはお前を片付けてからゆっくり肩をつける。お前も覚悟しとけよ。興奮の決勝戦は渾身の勝者が決定しました。優勝は面白い。初参戦で優勝をもぎ取るとはな。現役だったら俺もお前に戦いを挑んでたぞ。なおっと、優勝商品を忘れるとこだった。このアストロナジーはお前のもんだ。きっと高く売れるぞ。よし、今日の試合は終了。そんじゃ俺も雇い主に報告してくるか。じゃあ。優勝おめでとうございます。フランツさんがずっとオムニアムタワーでお待ちです。早く届けてあげましょう。フランツさん、アストロナジーを持ってきたよ。手に入ったのかい？すごいね。心配して損したよ。あとはこれをオムニアムタワーの制御台につなぐだけ。それから冷却装置を起動すれば終わりだ。ミリアムタワーが静かになってきただろう。でもこれはほんの始まりに過ぎない。アイダの子はまだ闇に身を潜めてる。残りの4つのタワーを止めるのが至難の業だ。君とミアはシェルターに戻ってみんなにさよならを言ってくるといい。俺は先に出てここから一番近いベンジスのタワーを調べておく。
事情は全部フランツから聞いた。連日校に行くんだろ。お前さんがハガードのために働き始めたのは知ってる。それでもお前さんは俺たちの仲間だ。ジークもどうしようもなかったのよね。だから彼とシャーリンが無事戻ってくるよう祈ってる。ごめんね、あんたに一番大変な仕事を押し付けて。シェルターのために働いてくれたのに、私たち何も恩返しできなかった。ジークのこと頼んだぞ。約束するよ、絶対ジークを見つけてみせる。ブルークリークの流れに沿って行けば弁日不当に着くわ。気をつけて。報道の時はまだ？報道の時はまだ？報道の時はまだ？
せ。
Thank you.
Yuck!